どうも、青チンです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も最強の TNT モッド使っていきたいと思います。今日使う爆弾はこれだね。ハック TNT かなと、ラバーオーシャン、ダイヤモンド、ノスタルジア、スーパークラスターだね。これどんな感じなのか見ていきましょう。まずは、ハック TNT かな？これはどうなるんでしょうか？名前が書いてあるね。ちょっと離れましょう。どうなる？地形が変わるやつか。なるほどね。ネザーになる TNT ね。なるほど。わかった。別に必要なやつじゃないよね。実用性は全然ないかもしれない。じゃあ次は、ラバーオーシャン。ラバーオーシャン。溶岩の海か。溶岩の海ってことは、ここが溶岩の海に変わる地形変化系の TNT だろ。来た。おー、え、これ、下どうなってんの？今から、下に伸びてくるわけね。なるほど。使わねえな。まあ、使わないね。なんか実用性あるやつがないな。ということで、次が、ダイヤモンド。ダイヤモンド TNT です。どうなる？ダイヤモンド TNT。周りが全部ダイヤモンドになった。うわ、なんだこれ。すごいね。ダイヤモンド取り放題じゃん。これは実用性あるかもしんない。いやー、まあ、実際クリエイティブでダイヤモンド別にいらないんだけど。いや、でもこれはすごいね。全部がダイヤモンドになっちゃった。よかった。全部ね、変なやつだったらどうしようかと思ったけども、ダイヤモンドは使えるね。で、次は、これ、ノスタルジア TNT だね。これも多分地形が変わるやつじゃないでしょうか。いけ。ノスタルジア。どんな地形に変わる？ん？看板が出てきた。なんか看板が出ただけで、なんだこれ？もう一回やってみる？看板が出るだけ？あ、音楽もらったか。今回なんか違う。そうか。木の上でやったからダメだったのかな。なんかジュークボックスと看板と、箱が出てきたね。なんだ？なんか入ってる！ライトセーバー！ライトセーバー！でも攻撃力7か?7 か。なんか攻撃力100とかそれぐらいのやつが出てきてくれればよかったけど、何これ。これ交通誘導のおじさんが持ってるやつでしょ。なんだこれ。全然しょぼいじゃん。ライトセーバーじゃないこれ。では最後。これはなんだっけ？スーパークラスター TNT。スーパークラスターだから、ものすげえ範囲でしょ。クラスターだからね。では、スーパークラスター TNT、いけ。これはなんか威力があるやつじゃない？おーし！でもそんなにないぞ。周りに、爆弾がすっげえ飛び散ってる。すごい。おー！すごいね。ものすげえ広範囲。なるほど、爆弾がこう飛び散るか。いや、どうだろうね。でも、爆発の範囲自体は、そこまで広くないんで、いけるかな。とりあえず、このね、スーパークラスターで、エンドラやってみよう。行くぞ！それでは、スーパークラスターで、行ってみようか。でもこれ、当たるかわかんないんだよな。とりあえず、もう、たくさん仕掛けて、もう一気にブワーッと行ってみよう。準備完了。では、行くぞ。よし、来た。
行け、吹っ飛ばせ、よし、あー俺落ちちゃった、なんだこれ、いやうわ、ちょっと待って、なんかすごく壊れてきた、でも倒したぞ時間差で倒した、なんこれスーパークラスター、え、どういうこと、いやー倒したのは良かったんだけどね、見事にクラッシュしました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。